呂布は火器を制圧し、そこに仮の宿を得た。しかし、ここから武で天下をすべようにも、差し当たり戦うべき相手がわからない。呂布は己のたぎる心を持て余しながら、退屈な日々を送っていた。そんな折、関東で曹操と袁紹が戦うという知らせが呂布の耳に届く。他国の大勢力同士の激突と聞き、高ぶる思いを抑えきれなくなった呂布は、何ら関係のないその戦いに参戦すべく馬を走らせた。報告！呂布軍が戦場に乱入した模様！なんと！我が軍の敵としてか？なんとか味方に引き込めぬのか？あの古老館の鬼神が、なぜこのような大事な戦に。亡霊のごとく迷い出てきたが、しかしただ数に物を言わせるだけの袁紹よりは脅威か。面白そうな戦だ。これも混ぜてもらおう。ほう、両軍ともそこそこ強そうだ。俺もこの戦楽しませてもらう。獣よ、戦の匂いに釣られてきたか。捨てなきゃ厄介よ。呂布を倒せ。敵将討ち取ったぞ。この拠点、俺のものだ。前線を厚くしておりますが、間の中を突き破るのはただ面倒だと。前線の小物に興味がおありでなければ、両陣営の後ろから直接大将を狙うべきかと。敵将、討ち取ったぞ。敵将、討ち取ったぞ。敵将、討ち取ったぞ。見事ですな。我らも武を示さねば。一人で勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。次の戦でも今は引き落とされてるんでな。悪いが今日の勝負はここまでだ。敵将、討ち取ったぞ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 。この拠点、俺のものだ。とうとう我らが揃って呂布に蹴散らされる。そんな情けないんすよ。天下にさらせんぞ。我が手、今一度手を出直す。何としてもあの猛獣を打ち果たすのだ。
敵将撃ち取ったぞ。敵将撃ち取ったぞ。この拠点俺のものだ。手直してまいる。敵将撃ち取ったぞ。くそ、俺としたことだ。あとはめられたか。敵将撃ち取ったぞ。あの子お一人とは少々花にかけますね。散りゆく美しさは私には不要。またお会いしましょう。敵将撃ち取ったぞ。この拠点、俺のものだ。悪魔は俺が占拠したぞ。いや、吠えるほどのことはないか。曹操の城は俺が制圧したぞ。さあ、誰か俺に挑む奴はいないのか。千両の輩に負けはせん。敵将撃ち取ったぞ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 。撃ち取ったぞ。この拠点俺のものだ。炎章の本陣は俺が制圧したぞ。どうした。もっと俺を楽しませてみろ。敵将撃ち取ったぞ。貴様ごと獣に一気を阻まれよいと。情けない。わしはわしが情けないわ。敵将撃ち取ったぞ。見事ですな。我らも武を示さねば。遅れを取るとはな。敵将撃ち取ったぞ。報告、曹操軍残存勢力ありません。チッ、奴らはもう終わり。もう少し楽しめると思ったけどな。この拠点、俺のものだ。
の拠点は俺のものだ。さあ俺と勝負だ。アッとしろ。敵将討ち取ったぞ。敵将討ち取ったぞ。お見事ですな。我らも武を示さねば。キャラの群れでは物足りん。帰るぞ。俺は誰にも負けん。